ワンタッチで。そうですね、またキリンチャレンジカップに向けて活動が始まったなという気持ちです。選手と、緑の芝のピッチに立って、はい、すごく気持ちも、はい、嬉しい気持ちというか、はい、幸せな気持ちで、はい、させてもらっています。そうですね、サポーターの皆さんというか、はい、ファンの皆さんもたくさん来ていただいて、まあ、選手もすごく、見られているという、はい、思いを持ってやりがいを持って練習してくれたと思います。で、選手自身も、今日初顔合わせの選手もいますし、まあ、そういう中積極的に、声をかけ合って、雰囲気を盛り上げてくれていい練習ができました。特にホテルでミーティングは、してないです。グラウンドに来て、まず選手に言ったのは、このキリンチャレンジカップの2試合、我々日本代表にとって、貴重な、試合の経験の場となるので、この成長、チームの成長がしっかりできるように、やっていこうということを伝えました。今日のトレーニングでもありましたけど、基本的な、攻守の戦術の浸透をさらに深めていくということと、選手は毎回入れ替わっての代表の活動になると、なっていますので、その中で、お互いをよく知るということ、はい、をできればな、やってもらえればなというふうに思っています。キリンチャレンジカップの2試合をまず勝利目指して、チーム一丸となって戦いたいと思います。そして、チームとして戦うところ、選手の個々の良さを、サポーターの皆さんに、見ていただき、喜んでもらえるような試合ができると思っています。